こんにちは。今回ご紹介するのはブラッシュカラーインフュージョンです。こちらは4種類の系統があり、マットタイプとシアタイプがあります。ヒアルロン酸配合の微細なパウダーなので、粉っぽくなくしっとり滑らかな質感でふんわり頬を包み込みます。今回はチークの2つの使い方をご紹介します。それでは早速使ってみましょう。ブラシに色を移すようにポンポンと取り、手の甲にバウンドさせ乗せていきます。今回は骨格の高い位置に置くように乗せていきます。重ねても粉っぽくならず、色の濃淡をアイメイクやリップに合わせて調節できます。クマや目元のくすみが目立ちにくくなりました。ヌード系チークの上に血色感のあるチークを重ねます。笑った時に高くなるところにポンポンと乗せます。2色使うとより色に奥行きが出て華やかな印象になります。より立体感が演出でき、洗練された印象になります。今回使った商品はブラッシュカラーインフュージョンの01番ストロベリー、そして05番フレスコと02番ローズの組み合わせチークカラーブラシでした。ぜひ店頭でお試しください。ウェブでもお買い求めいただけます。また次回をお楽しみに。